こんにちは、ちょめです。今日はタイトルへ戻ると、ホームからリセットして終了してオートセーブから開始する、どっちが早いかやります。このカジノのやつやってたらね、よくわかりますね。まあ、ちなみに普段ならこうやってタイトルから戻る、はいの方が早いです。もう一瞬でこんな感じで行くので、では比べてみましょう。一番左がホーム画面で戻るだから、黒に入った瞬間ホーム画面を押してますね。で、真ん中は小当たりみたいな感じ、なんかコイン回収のやつを見ないといけない。で、一番右がこんな感じ、ただ外れた時に終了させるみたいな感じの3つで比較をしております。で、私の音声は一番右で、事情あってからこんな感じにやっておりますね。わざとちょっと外れたのを見せようと思ってね。なかなか外れないからね。これで再現できるタイトルに戻る。だから、なんて言うんだろう。外れた時は、こうやって、こっちの方でスタートが早いかもしれませんね。で、なんか、小当たりとかしたら、もうホーム画面に戻るとか。まあ、そうやって使い分けてみてはどうでしょうか。あとね、最後にちょっといろいろ、おまけがありますので、それもよかったらどうぞ。動画撮ってたら、32番当たっちゃった。あのですね、さっきからね、撮りたいんですけど、ずっと当たっちゃうんですけど、もうちょっと最後のお蔵入りみたいな感じで、ほら、25、23、30、26って、もう4連続で当たっちゃって、こんな感じに増えております。このね、コインの増やし方に関しても、ちょっと動画に載せてるので、概要欄よく見てくれたら嬉しいです。では、ご視聴ありがとうございました。実況者はちょめでした。おまけです、これ。増えちゃいました、これやってる間に。一番左が黒に入った瞬間ホーム画面を押してます。真ん中はね、普通に当たったエフェクトで、一番右がなんで当たるんですか。私ちょっとおまけでやってるんですけど、なかなかさ、外れないからさ、わざと外れようと宝箱1点がけしちゃったら当たっちゃったんだけど、おかしだけ無駄だ。まあ、これはちょっとおまけで最後に載せとくか。何が出るんでしょう、この宝箱からは。コインが出ました。なんと動画を撮れません。私は何度もご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでしたって言ってるかもしれません。